イタヤカエデと呼び、陶器の幹に傷をつけることで得た甘いツララをアイスキャンデーのように賞味していた。砂糖カエデに比べて、含油糖分がやや低いものの、イタヤカエデ樹液からもメープルシュガーを作ることは可能であり、第二次世界大戦直後の砂糖不足の時代に、東北や北海道で製造が試みられたことがあるが、商業ベースには乗らずに終わった。戦後も、 他のカエデと同様に、板タヤカエデの樹液を活用する試みが、日本国内の各地で行われている。板谷細工秋田県仙北市の板谷細工は、板谷ヤカエデの若木の幹を帯状に裂いて加工するものであり、秋田県指定伝統的工芸品に指定されている。ありがとうございます。